ベンフランクスベンフランクスは、オーストラリア出身の元ラグビー選手。ポジションはプロップ。プロ14スカーレッツのコーチをしている。1984年3月27日、オーストラリア、メルボルンで生まれる。身長183センチメートル、体重112キログラム。愛称は、フランクシー。クライストチャーチ師のアラヌイハイスクール卒業、2005年。 ニュージーランド州代表選手権、エアニュージーランドカップのカンタベリー州代表チームに入り、オタゴ戦でデビュー。その後タズマンに移籍。2006年、スーパー14のクルセイダーズに入る。2008年、オールブラックスに選出、香港、グランドスラムツアーに参加、ツアーの一環でのマンスター戦で代表デビュー。ベンの弟オエン・フランクスもクルセイダーズ、オールブラックスでプレーしており、 2010年のアイルランド戦、ウェールズ戦で兄弟揃っての出場は、ロビンとジンザンのブルック兄弟以来となる。2012年、ハリケーンズに移籍。2015年、ロンドンアイリッシュに移籍。2018年、ノーサンプトンセインツに移籍。2020年、現役を引退した。ありがとうございます。